いい子にしてなさい。早く宿題しなさい。だから言ったじゃない。ついつい言ってしまうこんな言葉が子供の自信を奪ってしまうんです。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスター・オカチです。今日も来てくれてありがとうございます。今日のテーマは、子供が自信を失う言葉です。親なら誰でも自分の子供に自信をつけてほしい、そのように願っているはずです。ただ子供のことを真剣に考えている親ほど自信を失う言葉をかけてしまいます。言葉は強力です。言葉で自信を失うこともあれば、言葉で自信を高めることもできます。今回は1万人以上の子供と関わってきたキッズコーチのプロであるオカッチが、こちらの自信を失う言葉の書籍の中から特に気をつけた方がいいなっていう言葉と、そしてじゃあ実際にどのような言葉を投げかけたらいいのかというところを紹介させていただきます。この動画を最後まで見ていただければ、子供自身が失敗を恐れなくなり、自分ならできるっていう自信を持って新しいことに一歩踏み出せるようになります。言葉を変えるだけなので、特別な道具とか訓練必要ありません。しかも効果抜群です。ですので最後までご視聴いただければ嬉しいです。このチャンネルでは、今回のように子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育に関わる方に向けて、子どものやり抜く力を伸ばすことにフォーカスした動画を配信しています。興味がある方は最新動画を見逃さないために、こちらの赤いチャンネル登録ボタンをポチって押していただければ嬉しいです。またインスタグラムでも配信していますので、よろしければそちらもご覧ください。それでは早速紹介していきましょう。子どもが自信を失う言葉、その1、いつまで泣いてるの。2、だから言ったじゃない。3、早く宿題しなさい。4、いい子にしなさい。5、ダメな母親でごめんね。1つ目、いつまで泣いてるの。もう泣かない。お母さんお菓子買って、お母さんお菓子買ってって、うちの学校のお菓子売り場でよくダダをこねて泣いてる子を見かけます。もう表現方法は様々。床にひっくり返ってダダをこねる子供もいれば、お菓子を握りしめて買ってもらえるまで絶対動かないって、もういろんな子供がいます。そんな時についつい、いつまで泣いてるの、男の子でしょ、もう泣かない、そのように言ってしまうこともあると思うんです。そうなると子供自身は、自分のこのお菓子が欲しいっていうこの気持ち、この気持ちをちゃんと受け入れてもらえていない、無視されたんだっていう気持ちになって、余計不安になります。ですので、お母さんの気持ちを引くために、どんどん問題行動が増えていくようになるんです。それでは、泣く子供に対して、どのような言葉をかけて、どうやって対処したらいいのか。3つあります。1つ目、お菓子欲しいんだねって、子供の気持ちを言語化してあげる。子供は自分のこの感情とか気持ち、このモヤモヤが何なのかを分からずに、それをうまく表現できずに苦しんで、そして泣いてしまうことがよくあると思うんです。ですので、そんな子供の気持ちを紐解いてあげて、言葉にしてあげる。見えるようにしてあげる。言語化してあげる。そうすることで、もやもやがほつれて、すっきりして、冷静に頭で考えれるようになります。ですので、泣くのをやめなさいではなくて、〇〇があったことで、〇〇な気持ちになったんだね、ということを言葉にしてあげましょう。たけし君に順番抜かされたから悲しいんだね。弟ばっかり遊んでて構ってもらえなくて寂しかったんだね。こんな感じです。そうなると、うん、そうなの、そうなの。お母さんは僕の気持ちをちゃんと分かってくれている。僕を大切にしてくれている。そういう気持ちになって泣くのが自然に収まっていくと思います。そもそも泣くのは悪いことではないので、泣いていることを注意するのではなくて、泣いているその気持ちを言語化させてあげて、気持ちを外に出させてあげるお手伝いをしましょう。これがポイントだと思います。2つ目、約束する。
外に出る時とか何かをする前に子供とも事前に約束をしておくということ。今から一緒にスーパーに買い物に行くけど、今日はお菓子何個までにする？3個がいい。3個がいいんだね。でもね、今お家に2個お菓子あるから、今日は2個買うのはどうかな？うん、2個にする。このように自分が決めた約束ならそれを守ろうと頑張ってくれます。3つ目、無視する。子供の気持ちに寄り添って事前にちゃんと子供とお話し合いをして約束を決めたことがあり、それをどうしても守ってもらえない、そういう状況があるのであれば、無視をするというのも効果的な選択の一つです。子供はとにかくポジティブなことであれネガティブなことであれ気を引きたいんです。自分が大泣きをすることで、お母さんが自分のことを見てくれてる、お母さんが反応してくれる、そうなると泣くことで気が引けるっていうことを学習していくんです。ですので寂しくなったり自分の願いが叶えられない、そうなると泣いてしまうんです。ですので泣くという行為に対して何も反応しない、無視をする、そのような方法も効果的です。そうすることで泣くということでは何の反応も得られない、ダダをこねるだけではお母さんの注意を引けないんだっていうことを学習します。そして気の済むまで泣かせてあげます。そして泣き止んだ時が勝負です。思いっきりハグしてあげて大きな反応を示す。すっきりしたの？じゃあ行こっか。そうなると僕が泣き止めばお母さんはハグしてくれる、お母さんの気を引ける、それが学習されていくんです。そうなれば外に出た時でも泣いた時でも早く泣き止むようになります。2つ目、だから言ったじゃない。これは僕もついつい言ってしまいそうになる言葉の一つです。子供がやってる行動に対して僕が何らかのアドバイスをします。そのアドバイスを全然聞いてくれない、でその結果僕が思っていた通りになった、そんな時にだから言ったやん、あれほど注意したのにって言いたくなるんです。でもよくよく考えれば、廊下で走ってこけた男の子にほら言ったじゃない、廊下で走らないって怒られたら、もう自分でもうまくいかなくて悲しくて、しかも痛いのに、その状態でお母さんとか先生に責められて、もうどこにも逃げ場がなくなってしまうんです。そんな時に、だから言ったじゃないって言われると、いや、言われんでも分かってるわって反発したくもなるし、はぁ、僕が考えたことはいつも失敗するんだ。僕はもう考えない。大人の言うことに従おう。ってなって自分で考えない、主体的に行動する、そういう力が備わっていかないんです。ですので言いたくなる気持ち、だから言ったじゃない、言いたくなる気持ちはわかるんですけど、それをぐっと捉えて言葉で言って聞かすんじゃなくて、体験から子供自身に学んでもらう、その選択がベターだと思います。そして子供は気づくんです。こけていたかった、だから次は廊下で走らないようにしよう。遅刻して怒られた、だから次はちゃんと目覚まし時計をセットしよう。そういうふうに結果から困った経験をして、その困った経験をしたくないから子供は考えて作戦を実行に移します。そのプロセスで子供は成長していきます。だから子供が失敗した時とかうまくいかなかった時は、それを責めるのではなくて、それをぐっとこらえて、大丈夫？痛かったね？って、その時の子供の気持ちに寄り添って言葉がけをしてあげる。これがとても大事です。で、子供が冷静になって気持ちがスッキリしたら、じゃあ次はこけないようにするにはどうしたらいいかなって考えるサポートをしてあげても OK です。3、早く宿題しなさい！これはもう誰しも自分の子供に言ったことがある言葉ではないでしょうか。全然勉強やる気配がない。今やらな間に合わへんのにどうすんねやろ。そもそも宿題なんて親の私が言わなくても自分でやってほしい。そのように願う気持ちもわかります。
だからついつい、いつまでゲームやってるの？宿題はどうすんの？早く宿題しなさいって言ってしまうんです。そして、もう後でやるよ、言われなくても分かってるよって子供に反発されたり、子供のやる気を奪ってしまうこともあります。そのように、勉強勉強勉強、宿題宿題宿題って声をかけられ続けると、子供自身が勉強が嫌いになっていくんです。ではどうしたらいいのか、宿題をやらない、勉強をやらない子供に対してはどのような言葉がけをしたらいいのか、二つあります。一つ目、何時にするかを決めておく。遊ぶことも大事、でも勉強することも同じぐらいに大事だよねっていうことをしっかり伝えた上で、何時から宿題をするのか、何時から勉強するのかっていうのをあらかじめ話し合って決めておくということ。もちろん曜日ごとの習い事の都合とか学校の終わる時間次第で勉強する時間、宿題のやる時間っていうのは変わってくるとは思うんですけども、基本的には同じ時間にやっていただく方が習慣化するので望ましいです。で、同じ時間にできなかったとしても、例えば夕ご飯を食べる前にやるとか、朝起きたらすぐにやるっていうように、いつやるのかっていうことを明確化し、それは習慣化させた方が望ましいです。二つ目、親も勉強するということ。これめちゃめちゃ強力です。やはり勉強することは楽しいこと、勉強することは大切なんだっていうことを言葉で言われるよりも、実際にお母さん自身、お父さん自身の姿を見る方がやっぱりそれスッと入ってくるんですね。勉強するの大事って言ってんのに、お母さん全然勉強してへんやん、お父さんもずっと休日でゴロゴロしてっていう風に、親が言ってることとやってることにギャップがあったら、子供自身が混乱するし、信頼関係が結べなくなるんです。ですので、普段から自分がやりたいことを語り、そしてそのために私は今この資格の勉強してるのよっていう風に、言葉だけじゃなくてその姿を見せる。しかもそれをいやいややってるようにするんじゃなくて、本当に心から楽しくやっている。そしてそうすることで、できることがどんどんできるようになっていく、その成長していく姿を見せるということ、これがね、とても大事です。子供は親の言ってる言葉以上にその行動をしっかり見ています。4、いい子にしなさい、みんなの迷惑になるからいい子にしてなさい。そのように言って子供を黙らせたり、やってることをやめさせる、そのようなことはありませんか？いい子、いい子、言葉は便利なんですけど、その意味ってはっきりわからないですよね。おとなしくするのがいい子なの？みんなと同じことをするのがいい子なの？大人の言うことを守ることがいい子なの？その言葉の意味っていうのが曖昧で、自分自身がどうしたらいいのかわからないって困惑するんです。そうなると自分で考えるのをやめて、親が言ってること、大人の言ってることにただ従えばいいんだ、主体的に生きる力、考える力が備わっていきません。ですので、子供に何かを伝えたいときは、具体的にどうしたらいいのか、その行動を、その理由を添えて伝えるということが鍵になります。図書館でみんな本を読んでるから、ちょっと静かにするのはどうかな、ちょっとイヤホンから音漏れしてて他の人の迷惑になるかもしれないから、ちょっとボリュームを下げるのはどう、こんな感じです。もしくは子供自身に考えてもらってもいいかもしれません。みんな図書館で本読んでるけど、どうしたらいいかな、電車にはたくさんの人がいるけど、音どうしたらいいかな、そういうふうに質問すると、静かにする、お口チャックする、走らない、遊ばない、ボリュームを下げるって自分の意見を出してくれるかもしれません。自分で言ったことなら、それに対してしっかり守ってくれます。そのように聞いても子供から意見が出てこない場合は、みんなどうしてるかなって他の子を観察させたり、あそこの看板には何て書いてるかあるかなって、答えを見つけるヒントをあげることも大事なことです。5つ目、ダメな母親でごめんね。子育てをしていると、ついつい他のママと自分を比べてしまって、自分を責めてしまったり、他の子供ができるのに自分の子供はできないってなってしまうと、自分のやり方が間違ってたんじゃないかっていうふうに
追い詰めてしまうこともあると思うんです。でもここで大事なことがあります。お母さん自身がダメな母親なんだって思っていたら、子供もダメな子なんだって思ってしまうんです。ダメな母親から生まれた僕はダメな子に違いない、そのように。だから大切なことは、お母さん自身、お父さん自身が自分に自信を持つこと、自分のいいところも悪いところも丸ごとひっくるめて自分にイエスって言える、その状態を作ることです。その状態を作ることが子供の自信、そして自己肯定感を育む土台になります。それではどうやって親自身の自己肯定感を育んでいったらいいのか、もうたくさんあります。他の動画でも紹介していますので、今日は一つだけご紹介します。それは安全基地を作ることです。安全基地というのは、本音の自分、ありのままの自分を受け入れてくれる人であったり場所であったり環境であります。そのような安全基地を持つこと、その安全基地で過ごすということ、とても大事です。こんなことを言ってもバカにされない、否定されない、非難されない、自分のいいことも悪いところもちゃんと認めてくれる、お友達でも家族でもいいです。カフェとか居酒屋とかアロマセラピーとか、そういう空間でもいいんです。そういう自分が心からリラックスできる、心休まる場所、環境を見つけて、その時間で、その場所で時間を過ごしてください。お友達でもいいし、家族でもいい、カフェとかアロマセラピーとか図書館とか、そういう場所でもいいんです。とにかく自分の心が休まる安全基地を持つということ、そしてその安全基地で自分が悩んでることとか苦しんでることを聞いてもらうんです。話すんです。言葉にするんです。そうするとモヤモヤしてる感情とか、ぐわーってなってる思考が整理されて、すっきりされて、気持ちが楽になります。そして気分がぐんと上がるんです。ご機嫌になるんです。つまり気持ちにゆとりができる、そのゆとりが子どもの自信を育てるんです。自分にはこんなダメなところもあるけど、お母さんがちゃんと受け入れてくれた、その気持ちが子どもの自己肯定感を育んでいきます。ですので、そのような安全基地を見つけて、特にいっぱいいっぱいになったり感情が吹き出しそうになると、その安全基地で時間を過ごしましょう。はい、以上です。子どもが自信を失う言葉5つ紹介させていただきました。まとめ。まずは1つ目、いつまで泣いてるの。そう、泣いてることを責めるんじゃなくて、なぜ泣いてるのかっていう、その気持ちを言語化させてあげましょう。痛かったんだね、苦しかったんだね。2、だから言ったじゃない。子供がうまくいかなかった時、失敗した時に、言葉で追い詰めるのではなくて、結果から学ばせる。そのためにちょっと口出しせずに、遠くから見守るとか、もしくは勝てなくて悔しかったねっていうように気持ちに寄り添ってあげて、気持ちを吐き出させてあげるサポートをしましょう。3つ目、早く宿題しなさい。宿題宿題宿題、勉強勉強勉強って言われると勉強が嫌いになります。ですので、何時に勉強するのかっていう時間を決めるサポートですとか、私たち大人自身が勉強は楽しくて大切なことなんだっていうことを、その行動で見せてあげるということ、これが大事です。4つ目、いい子にしなさい。このいい子とか良い子っていうのは、言葉の定義が曖昧で、どうしたらいいのか子供がわからなくなります。ですので、具体的に何をやったらいいのかを示してあげましょう。5つ目、ダメな母親でごめんね。で、お母さん自身が自信がなかったら、子供の自信も失われていきます。ですので、まずは自分の自信、そして自己肯定感を高めることが大事です。そのためには安全基地を持つ、自分にとってリラックスできる場所、心休まる場所、自分丸ごとを受け入れてくれる場所を作り、いっぱいいっぱいになったらそちらに避難しましょう。はい、今回は5つご紹介させていただきました。その中のまずは1つだけでもいいので、実践していただければ嬉しいです。そして少しでも子供さんに変化があれば、コメント入れてもらえれば僕の励みになるのでお願いします。そして少しでもためになった、勉強になったなっていうことがあれば、高評価ボタン、これ本当に嬉しいのでお願いします。はい、
という感じで、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん、そして子どもの教育に関わる方に向けて、やり抜く力を育てるための方法、そしてメソッドっていうのを紹介しております。よろしければチャンネル登録お願いします。はい、ということで以上です。それでは素敵な一日を。さよなら。よし、今日も勉強するぞ。